コルフ海峡事件とは1946年にコルフ海峡で発生したイギリス海軍の艦艇とアルバニアが関わる3つの別々の事件の総称であり冷戦の初期のエピソードとされている第1の事件ではイギリス海軍の艦船がアルバニアの要塞から砲撃を受けた第2の事件ではイギリス海軍の艦船が嫌いに接触した第3の事件ではイギリス海軍が コルフ海峡で嫌い除去作業を行ったが、それがアルバニアの領海内であったため、アルバニアが国連に苦情を申し立てた。一連の事件は、イギリスがアルバニア人民共和国を相手に国際司法裁判所に提訴したコルフ海峡事件裁判につながった。ICJ はアルバニアに対し、 イギリスへの84万4000ポンドの賠償金の支払いを命じる判決を下した。これは2015年の価値に換算すると3000万ポンドに相当する。この事件により、イギリスは1946年にアルバニアとの国交樹立に向けた協議を打ち切った。両国の国交が正常化したのは1991年のことである。百四十五年一月十二日。 アルジェリン級総海艇、レグルスが、コルフ海峡で食らいし沈没した。第一の事件で砲撃を受けた艦の一隻である、軽巡洋艦、オライオン1946年5月15日、イギリス海軍の艦艇、軽巡洋艦、オライオン、スーパーアブが、事前検査と総会を終えたコルフ海峡を横断した、時、第一の事件が起こった。二隻の艦艇は、海峡通過中に、 沿岸の要塞にいたアルバニア人の砲兵からの砲撃を受けた。砲弾は外れたためイギリス側は,は応戦しなかった。感染に物的損害はなく人的被害もなかったがイギリスはアルバニア政府からの即時かつ公的な謝罪を正式に要求した。しかしアルバニア政府は謝罪をすることはなくイギリスの軍艦がアルバニアの領海に侵入したと主張した。 アルバニアは、コルフ海峡を通過しようとするすべての船舶に対し、事前通告を行うよう警告を発した。イギリス政府は、事前通告をしないことを宣言し、イギリスの軍艦が再び発砲された場合は応戦すると脅した。第2の事件の場に居合わせた、軽巡洋艦、リアンダー第2の事件の場に居合わせた、軽巡洋艦、モーリシャス触来した、駆逐艦、 ボラージを栄光する駆逐艦、ソーマレス植来した、ボラージ第2の事件は、より深刻なものだった。10月22日、軽巡洋艦、モーリシャス、リアンダー、駆逐艦、ボラージ、ソーマレスの4隻で構成される、イギリス海軍の艦隊が、無害通行権に対するアルバニアの反応を、試すという明確な命令のもと、ルフ海峡を北上するよう命じられた。乗組員には、 攻撃されたら、応戦するよう指示されていた。艦隊は、モーリシャスを先頭に、ソーマレスを従えて、アルバニア沿岸の嫌いがない場所と考えられる場所を、通過していた。リアンダーは、ボラーチと共に、先頭の2隻から約1.3回離れて、航行していた。午後3時前、サランダ湾の近くで、ソーマレスが食らいし、大きな損傷を受けた。ボラーチは、ソーマレスを、 南のコルフ島の港まで栄光するよう命じられた。午後4時16分ごろ、栄光中のボラージも触らいし、大きな損傷を受けた。両艦とも艦首が完全に吹き飛ばされ、悪天候もあって、完備を前にして航行していたため、栄光作業は困難を極めたが、12時間後かけて、コルフの港に到着した。この事故で44人が亡くなり、42人が負傷した。 死者のうち32人から43人はソーマレスの乗組員だったと推定されている。ソーマレスは修復不可能な損傷を受けたが、ボラージは修復可能であった。この時はアルバニアの沿岸砲台は砲撃せず、アルバニア海軍の艦艇がアルバニア国旗と白旗を掲げて現場に接近した。当時のアルバニアには嫌いを、不設可能な船舶がなかったため、 この嫌いは10月20日頃、アルバニアの要請を受けた、ユーゴスラビアの水雷帝、ムリエット・メルジンが付設したものとみられる。事件当時のイギリスの年金大臣は、この事故で死亡した者の遺族と障害を負った者に、万額の軍人年金を支給した。コルフ海峡での総会作業の様子第3の事件は、11月12日から13日にかけて、イギリス海軍がコルフ海峡で、 追加の機雷総会作戦を実施した時に起こったものである。連合国地中海軍最高司令官の指示の下で、この機雷総会作戦はアルバニアの領海内で行われたが、アルバニア政府の許可は得ていなかった。また、イギリスが航行の障害を取り除くことで、自衛的に行動していることを証明するための証拠として、発見した機雷を使用するという目的もあった。また、 地中海地帯委員会の招兵で、フランスの海軍士官がオブザーバーとして参加していた。空母、オーシャン、巡洋艦、その他の軍艦が援護した。22個の接触型機雷が発見され、海底の軽流場所から切り離された。機雷の配置は、ランダムなものではなく、意図的に設計されたものであると考えられた。発見された機雷のうち2つが、さらなる調査のために、マルタに送られた。 その結果、キライはナチスドイツ製であることが判明した。サビや海中生物の付着は見られず、塗装は新しく、軽流ケーブルは最近潤滑されたばかりだった。このことから、これらのキライは2隻の駆逐艦の植雷の少し前に、付設されたものであると結論付けられた。ボラージに付着していたキライ編の分析により、キライがマルタ島のものと、 類似していることが確認された。第三の事件の後、アルバニアはエンベル・ホッチャ首相の指示でイギリス海軍がアルバニアの沿岸水域に侵入したことを訴える電報を国連に送った。1946年12月9日、イギリスはアルバニア政府にアルバニアが嫌いを付設したことを非難し、5月と10月の事件に対する賠償を要求する文書を送った。 イギリスは14日以内の回答を要求し、アルバニアが賠償金の支払いを拒否した場合には、この問題を国連安全保障理事会に付託することを明記した。イギリスは12月21日にアルバニアの回答を受け取ったが、この中でアルバニア政府はイギリスの主張を否定した上で、この事件はアルバニアとイギリスの関係正常化を望まない国々の仕業であり、 実際に嫌いが発見された地域には最近、ギリシャやその他の国の船舶が侵入していたと主張した。イギリス政府はこの対応に納得しなかった。アンポリに付託しようとしたが、アンポリは国際司法裁判所への提訴を勧告したため、イギリスは ICJ に提訴した。これは ICJ が初めて裁定した事件だった。1949年12月に ICJ は、 アルバニア政府に対し、イギリスへの843,947ボンド、または200万9,437ベ米ドルの賠償を命じた。判決では、アルバニアは、キライハラが自国の海岸に非常に近い場所にあるため、誰が嫌いを不設したかにかかわらず、そのような行動を観察する必要があり、それにもかかわらず、イギリスに危険を知らせることをしなかったと判断した。また ICJ はイギリスが主張した自衛論を退りけ、リテール作戦中にイギリス海軍が行った機雷除去作業はアルバニア政府の事前の同意がない限り違法であると判断した。アルバニア政府は ICJ が命じた賠償金の支払いを拒否し、その報復としてイギリス政府は1 5 7 4ラムのアルバニア産金海の返還を差し止めた。この金塊は 第二次世界大戦中に、数軸国がアルバニアから略奪したもので、イングランド銀行の金庫に保管されていたが、1948年に連合国側が改修した後、アメリカ・イギリス・フランスの三社委員会によって、アルバニアに返還することが決定していた。冷戦の終結に伴い、1992年にアルバニア人民社会主義共和国は消滅した。 両国の国交は1991年5月29日に樹立した。その直後の1992年5月8日、イギリスとアルバニアは1946年10月22日のゴルフ海峡事件について双方が遺憾の意を表明したと連名で発表した。その後、長い交渉の末、1996年に アルバニアが200万ベイドルの遅延損害金の支払いに同意したことにより、ようやく金塊がアルバニアに返還された。エンベル・ホッチャは、ヨシフ・スターリンとの初対面の改装の中で、この事件はイギリスがサランダ付近で海軍の紹介活動を行うための口実としてでっち上げたものだと主張している。ホッチャは、我々は、イオニア海に嫌いを仕掛けたことはない。爆発した嫌いは、 戦時中にドイツ人が不設したものか、後にイギリスが意図的に不設したものであるとも書いている。また、この地域にイギリス海軍が存在することを批判し、これらの船が我々の海岸を航行する理由はなく、そのような動きがあることを我々に通知していなかったと書いている。ホーチャはこの事件を我が国に対する前例のない挑発と表現した。2009年11月2日、 アメリカとアルバニアの研究者チームが、コルフ海峡の水深約50メートルの場所から、ボラージの監視部分と思われるものを発見したと、発表した。残骸の周辺で発見された食器、靴、弾薬が、これが、ボラージである、さらなる証拠であると研究者は述べた。2013年5月、考古学雑誌アーキオロジーの沈没船特集の、ライティング、エイコールドボーロング、 ウェアワズ HMS バレッジという記事でこの事件の新発見について洞察している。アルバニア海洋研究センターのオーロン・ターレ所長は国立公文書館から事件のフィルムを入手し事件発生時にボラージが海岸のすぐ近くにあったと主張した。アメリカ海洋大気庁の海洋遺産担当ディレクタージェームズ・ P ・デルガドがこの主張をさらに補強した。デルガドは AP 通信に対し発見された監視部分の電気配線がボラージュの仕様と一致していたことから沈没船はボラージュのものであると主張していた。デルガドは監視部分の食器が無傷のまま積み重ねられていたことから急速な沈没が起こったことが分かったと述べた。この事件の ICJ の判決は領土試験の侵害が正当な介入であるかどうかに ついての判例を確立した。イギリスは1946年11月12日と13日にアルバニアの領海に入り、訴訟の裏付けに必要な証拠を確保したことが正当化されると主張した。ICJ はこれに次のように回答した。党裁判所はこのような防衛施策を受け入れることはできない。党裁判所は疑惑の介入権を 過去に最も深刻な悪用を生んだ力の政策の現れであり、国際組織の現在の欠陥がどうであれ、国際法に位置づけられないものとみなすしかない。介入はここで取られるであろう。特定の形態ではおそらくさらに認められない。というのも、物事の性質上、介入は最も強力な国家に限られ、国際司法の運営そのものを容易に歪めてしまう。 可能性があるからである。イギリスの代理人は答弁書の中でさらにリテール作戦を自己防衛や自助努力の方法に分類している。党裁判所はこの弁明も受け入れることはできない。独立した国家間では領土主権の尊重は国際関係の不可欠な基盤である。 党裁判所はアルバニア政府が爆発事故後に職務を完全に遂行しなかったことや外交文書の内容が希薄であったことがイギリス政府の行動を組むべき事情であることを認める。しかし党裁判所がその機関である国際法の尊重を確保するためには党裁判所はイギリス海軍の行動がアルバニアの主権の侵害を構成することを宣言しなければならない。 ありがとうございます。